じゃあ2つ目のキーワードに行きたいと思います。講演の仕事が増えていますということで、多分こういうふうにこう子どもたちにね、スポーツの講演セミナーをいろいろされているところを見て、あ、この話はぜひ大人も聞きたいというオーダーが増えてるんだろうというふうに思いまして、お聞きしてみましたら本当に増えてるそうですね。まあ、正直言うともう10年ぐらい講演やってるんですよ。そうなんですか。なので、最初はだから自分が選手で入った時に、なんかまあ高校ですね、ある高校のオープンセミナーみたいな、オープンスクールか、のような形で学校紹介の一部でなんかその受験を経験したね、まあ選手のまあお話をちょっと聞かせてくれますかみたいなのだったと思うんですけど、だから最初はもうたどたどしくでね、なんかいちいち文考えたりしたんですけど、で依頼をいただくごとになんか自分でどうやったらうまく自分のね考えとか思いを伝えられるのかとか、まあ依頼いただいた方々にまあ良かったと思ってもらえるのかなっていうのを考えてきてはちょこちょこやってたんですけど、割と例えば企業の方とか、あともしくは教育者の方に向けた講演の依頼もあるそうで、はい、そうですね、まあ、小中高専門学校大学っていうのは結構多いんですけど、まあ、言われたように企業さんとか病院とか大学病院とかもあるし、市役所もあるし教育委員会もあるんで、不思議ですね。まあ、アートスクールも理容美容専門学校もあるし、自分のジャンルなのかなと思ってきますけど本当ですね。あとまあ農協さんとか漁連さんとかでもありますし、今月は漁連さんも入ってますし、そうですね、驚くのはもう10年もそれに講演してるっていうのも確かにそうなんですけど、ほとんど準備しなくてもこう会場の雰囲気を見てねお話がこうできるそうで、ね、できるって言ったらまあどうなんだろう、ハードルが上がっちゃうんですけど考えないですね。テーマいただいたり自分考えたりするんで、その中でまあ3つぐらい、まあテーマの中のまあ話主題みたいなのを考えておいて、あとはもう放置、で現地に行って、まあ、札幌だけじゃないので、例えば道東行ったら道東の空気あったり、タクシーに乗ったらその運転手がこの辺の子はこうなんだよとか、先生に教頭先生の話聞いて、この辺の子たちは今はこうでとかって話を聞いて、それをネタに何ですか、感触を作るっていうか、感触を作ってで目の前にいる生徒とか大人の人を目の前にした時にその人たちに伝えるんで、自分が一人でなんか家で考えてたことっていうのは自分の中の整理なだけであって、目の前にいる人にそれが伝わるかどうかはまた別だと思うので、僕は、だからあくまでその人たちに何を伝えられるかっていうのをちょっと自分なんか出てきてくれればいいなみたいな、湧いてきてくれるのを、まあ、自分の口で表現すると、最近大人向けのではこういう回でこんなお話したって思い出すことありますか？大人向けはそうですね、指導者向けのは何個か今年入ってからはありますね。なんだろう、モチベーション上げるためにとか、いろんなスポーツの指導者の方が集まって、そこにまず選手から見たいい指導者ってどうなんだろうっていう話を僕は選手時代を振り返ってして、で自分は今指導もしてるので、自分がやってる指導っていうのをまあご紹介して、で両面から見て、まあまあ普段やられてる指導とちょっとまあ照らし合わせてもらうっていうのはやりましたね。あとまあ大人向けだと、僕はコンサドーレってクラブに9年いたんですけど、9年で8人監督が変わったんですよ。でこれってすごく稀なことで、監督が変わるって大体成績いい時は変わらないんで、やっぱりいろいろ大変だったんだなって振り返っても思うんですけど、やっぱり監督タイプの監督さんと、監督タイプの監督とコーチタイプの監督さんがいる。コーチタイプの監督、はい。やっぱり監督っていうのは試合に出てるメンバーだけをコーディネートしたり鍛えればいいわけじゃなくて、試合出れない選手もいて、でその選手の技術とか戦術だけじゃなくて、メンタルのこともあると、でそれを取り囲むスタッフのことがあると、それトータルをディレクションするのが僕監督だと思うんですよ、本来の。でもそれができる人と、やっぱりサッカーのディティール重視で、例えば攻撃はこういうことやろうと、自分たちはこういうパスつなぎをして、こういう時にはこういう選択肢あるとかっていう細かいところに行っちゃうがゆえに、守備でもそうですよね、全体のことがどちらかというと見るのが苦手な監督さんもやっぱいるわけですけど、
なので、うん、まあ僕の一番最初の監督は、まあ、日本代表の監督もした岡田さんだったんですけど、はい、岡田さんから次は何々さん何々さんっていうので、例えば岡田さんは監督タイプの監督だと僕は思ってるから、うん、で次の人はコーチタイプの監督で、うん、っていう比較をしていって、はい、その人のいいとこと、はい、僕はこう思うってことを書いていったりして、はい、でご自分はどんな監督だと自分は思ってますかと、いう提案をして、で今自分のやってる、僕は監督はしてないんで指導者ですけど、指導のやり方っていうのをちょっとご紹介したと、うんうん、詳しいお話は講演のオーダーをよろしくお願いいたします。まあ今のねこれをそのまま使えばいいっていう、いやいやいや、それもでも入り口のとこですもんね今の話はね、まあ、ね、なるほど。そのようにですね、やっぱりこうスポーツに対するモチベーションとか、あとはやっぱりご自身でももう二度と経験したくないというその受験勉強の過酷なストレスすごかったですね。そうですか、はい、高校受験、大学受験、大学受験、大学受験、高校受験はまあ何気なくなんか受けてみようかなみたいな感じで、そうなんですか、辛かった、もうガムとか飴とかを食べてなきゃイライラしちゃうんです、なんか落ち着かなくて、へ、受験が終わったらもう虫歯が10本ぐらいできてて、それでまた大変でした、ね、いやそんな思いしてこう自分の一生に残るぐらいのね、うん、勉強集中した時代っていうのは私泣く大人になってしまって本当に、まあ今からでもできますから大丈夫ですよ、はい、大変な話になってきましたが、じゃあ3つ目のキーワードに行きたいと思います、はい、